どうもこんにちは、鈴川彩子です。本日はこちらを紹介したいと思います。はい、では早速開けてみましょう。ドゥ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 、じゃん。うわ、いいですね。はい、こちらは、ムーミンの2014年イヤーズプレートです。これは、まあ、毎年出ているものなんですが、もちろん絵柄はね毎年変わります。はい、そして来年2014年はですね、なんとあのムーミンの作者であるトーベヤンソンさんが生誕100周年ということで、かなりね、あの記念になるものなので、今回だから結構このイラストの内容もそれをお祝いしてるっていう風に書いてありました。かなり豪華な内容になっております。ちなみに後ろは、はい、ムーミン、トロールとスノークですね。こちらはですね、ムーミンショップ、いろんなところで売ってると思うんですが、私が購入したのは錦糸町にあるペイッコというお店でございます。箱もねこんな感じで、ちゃんとおしゃれにシックな感じで、そしてやっぱイヤーズプレートはあまりね使うというよりは飾るものなの で、このようにスタンドもねもちろんついております。はい、あと私はね本当にムーミンがもう大好きで、人形もねいっぱい持ってたり、ムーミンパパママ、そしてまあもちろんスナフキンとかもねいますね。はい、結構ね一番好きなの何気にパパなんですけど、結構パパはあの暗い過去をね持っていて、はい、昔あの孤児院に預けられてたりとか、あと不眠症だったりしております。あとママもね可愛いですね。ハンドバッグとこのエプロンが特徴的です。でムーミンはムーミントロールという妖精ですね。一回ねあの動物園から動物が逃げ出したっていうお話の時にカバと間違えられてね、この逮捕されそうになるお話がありました。はい、さらにですね、多分私がいつも撮影してる時に映り込んでるんじゃないかと思う、こちらのデカムーミン、ムーミンカフェで、はい、お席にお座りしてたりする大きさの子です。すごいね、ふわふわで、はい、真っ白で可愛いです。ムーミンのやつなんですけど。はい、こんな感じで、ムーミングッズ、たくさん集めております。はい、こちらのねイヤーズプレートは本当にまあ多分今年から来年にかけて販売されてるもので、数もねそこまで多いわけじゃないと思うので、本当これはなんかデザイン的にすごい色合いがね大人っぽくて綺麗で、多分まあムーミンが大好きじゃないって方でもね、こう飾っておいてもね、まあ2014年でも入っておりますし、すごい綺麗なので、ぜひぜひ気になった方はムーミンネットショップなどでもね買えると思うので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、ということでこちらムーミンの2014年イヤーズプレートでした。ありがとうございます。ありがとうございます。